ぼんやりと考えていたら眠れなくなっちゃった。誰かを好きになるっていつでも体力がいるもの。ハートまで喉が渇いてて炭酸水欲しくなる。ベッドをそっと抜け出し真夜中キッチンへ向かう。電気をつけたら眩しくて右手をかざして目を細めあくび。睡眠不足ね。冷蔵庫を開けながらどう思うなんて聞いてた。聞こえ合いて会話中なるほどねだって答えて漂う冷気の中で落ち着く親友みたいに。トランプの恋の占いは当たらないとわかってる。それでもカードめくって未来の人を探してる。あーなんかお腹空いたけどダイエットしてるし。綺麗な私になってこの恋実らせるつもり。物音立てずにこっそりと起こさないように。家族たち一人物思いにふける。冷蔵庫を閉めながらわかるでしょなんて笑って白い扉に相槌求めた。冷蔵庫はいつだって点々点々と何も言わず私の勝手な話このことは言わないでね誰にも。冷蔵庫と私の二人の秘密にして冷蔵庫を開けながら